みです。今日は綺麗なお肌でいるために私がしていること17についてお話ししていきたいと思います。本当もうなんか一言では語れないぐらいお肌のためにやっていることってたくさんあるなって今回ね一応ちょっと書き出してみたんですけど本当に思いました。そんなわけでスタート。その1、睡眠をしっかりととる。私は毎日7時間眠るようにしてるんですけど、やっぱり同じ7時間でもこう睡眠の質が悪かったらきちんと寝たことにならないと考えてるので、その睡眠の質を高めるためにその夜のルーティンでやっているようなストレッチだったりとか、瞑想をして呼吸を整えてから眠るようにしています。睡眠の質っていうのは結構お肌に直結してくるものなので、お肌のために明日の綺麗のために、眠る前になるべく携帯をいじらないとか、心地よく眠れるように夜のルーティンを作るといいと思います。2つ目、水をたくさん飲む。だいたい私は 1.5 リットルは毎日必ず飲むようにしています。で、喉が渇いた時に一気にごくごく飲むんじゃなくて、常に水を持ち歩いてちょびちょび飲むようにして、常にこうね、体を水分で満たすように心がけています。水分を取ることがいいというよりかは、水を飲むっていうことがすごくお肌にとって大事なので、ベースで飲む水分をお茶とかじゃなくて水にするだけで、体に溜まった悪いものを排出しやすくなって、本当に巡りがいい体になって本当にお肌も綺麗になるので、水をねちょびちょび飲むっていうのは心がけています。3つ目、保湿をきちんとする。本当にこれも基本の基本なんですけど、スキンケアはしっかりとしてお肌を満たしてから眠るようにしています。もともと結構肌荒れしやすい時期とかニキビができやすい時期もあったんですけど、本当にそれを変えてくれたスキンケアっていうのがですね、YouTube にも本当に何回か登場してるんですけど、デレン、キールズです。私はスキンケアをキールズにしてから本当にお肌が安定して、もうツルンとした、なんかハイライトを入れてなくてもツヤっぽいお肌を作れるようになりました。キールズでこれを買えば間違いないっていうファーストキールズデビューおすすめシリーズキールズハーバルトナー CL アルコールフリーという化粧水。この化粧水はハーブの力でこうお肌を育てて満たしてくれるようなもので、アルコールフリーなので、私結構敏感肌なんですけど全く荒れることなく、どんどんお肌がなんかこうツヤツヤしてくるような化粧水です。で、その後につけているのがキールズミッドナイトボタニカルコンセントレートという夜用の美容液です。とにかくこのオイルは本当にもう乾燥肌の方にも一本一本配って差し上げたいぐらい私はもうおすすめです。本当にこれを使うだけでもう翌朝のお肌が違うっていうか、ふっくらしてるし、なんか本当にね艶やかな健康的なお肌を作ってくれます。で、その化粧水オイルって塗ってってしっかりとお肌を満たしてくれる最終兵器がキールズクリーム UFC で、こちらともう一つ紫色のスーパークリームっていうシリーズがあるんですけど、スーパークリームの方がちょっとお高めで効果も高いので、お肌の効果をもう底上げしたいっていう方は紫の方を最初から使うのがおすすめなんですけど、こちらのベーシックなクリームの方でももうしっかりとした保湿力があるので、本当にしっとりとして、キールズのスキンケアはこう使い続ければ使い続けるほどその効果がどんどんこうね上がっていくようなものなので、ぜひちょっと一度お肌のことを考えたいという方は使ってみてほしいです。4つ目、フルーツ生野菜を毎日摂る。要はお肌ってもう酵素がめちゃくちゃ大事なんですよ。体にしっかりと酵素を取り入れることが大事で、サプリでも酵素とか酵素ドリンクとかありますけど、それでもいいけど、やっぱりこう生のフルーツとかお野菜とかに入っている酵素には勝てないと私は考えているので、毎日朝の一口目はフルーツを私はいただくようにしています。フルーツはなんかこう好きで食べてるっていうか、本当にもうサプリのためと思って食べているぐらい、こう健康と美容のために私はいただくようにしています。5、クレンジングをしっかりする。で、なおかつクレンジングしすぎない。お肌っていうのは結構繊細なので、もうできればやっぱ触らない方がいいんですよ。マッサージとかねやった方がいいかなと私は思っている派なんですけど、なのでこう出かけたらしっかりとその分のこうメイクを落としてからもう眠りにつくのはもう当たり前と思ってやっていただいて、でクレンジングについては動画にしているので、ぜひそちらの動画をご覧いただければなと思います。6個目、家に帰ったらすぐメイクを落とす。もう私は家に帰ってただいまの瞬間からもうメイクを落とし始める勢いで、もうすぐにメイクを落とすようにしています。もう外に出かけた瞬間から排気ガスとかホコリとか、大気汚染だったりとか、そういうものが本当に肌にビュンビュン付着し始めるんですよ。もう家に帰ってそのもういわゆるゴミ
ミたちを肌につけたまま過ごすってもうめちゃくちゃお肌に悪いし、帰ってきて一番にメイクを落とすと本当に気持ちがいいのでおすすめです。で、出かけて帰ってきてその後に友達からご飯行かないって言われたとするじゃないですか。そういう時は私はメイクもっかいします。何よりもその汚れたものをこう顔につけている時間が長いっていうのが本当にね NG だなと思っているので、まあ、きちんと落とすようにしています。7、揚げ物はあまり取らないようにする。完全に NG にはしていないんですけど、肌荒れの原因って結構古くなった油だったりとか体に悪い油が影響していることがすごく多いです。なので居酒屋さんとかで出てくる、まあ、安い揚げ物とかってその古くなった油が使われてたりとか、やっぱサラダ油で揚げられているものが多いので、そういうものって本当にお肌に悪いし肌荒れを招くのでできる限り取らないようにしています。例えばですけど、私はコンビニ行ってお菓子食べたいなって思った時にポテチとチョコレートがあったらポテチよりもチョコレートを選ぶようにしています。糖分よりもやっぱりこう油が肌荒れに影響しやすいのでそこを考えるようにしています。物を選ぶ時には原材料を見てショートニング、マーガリン、植物油脂のどれかが入っていたら私は買いません。もうあ肌荒らすじゃーんみたいなってなるぐらい肌に影響してくる子たちなので、悪い油はできる限り摂取しないようにしています。コンビニで買えるあれは買わない。コンビニで売っているもので一番肌が荒れやすいものって何だと思いますか？チチ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 も、買わないようにしています。あとは菓子パンとおにぎりも買わないようにしていて、やっぱりコンビニで売っている菓子パンっていうのは食パンもですけど添加物とかが結構しっかり入っているのでお肌のために私は買わないようにしてるし、おにぎりもこうねお米で握ったものをこう添加物だったりとか結構油でコーティングしてそのふっくら感をずっと保つようにしてるんですよ。なので皆さんおにぎりは家で握りましょうコンビニで毎日何かを買う習慣があるっていう方はまずちょっと1ヶ月やめてみるとそれだけでちょっとね変化が絶対訪れるのでぜひ試してみてください。9個目、顔を触らない。手っていうのはもう雑菌だらけなんですよ。その手で顔をちょっとこう触れるだけでもうニキビの原因をどんどんこうやって自分に増やしているようなものなんですね。なので私は本当に外にいるときは特に手で顔を触らないようにしています。結構女性を見ていて思うのは顔を触りながら話す癖がある人っていうのが結構多いのでもったいないと思ってもうなんかその触ってる手をうーんってこう掴みたくなるぐらいもったいないと思っちゃうんですけど、本当にこう手で顔を触る癖をパタッてやめるだけで本当に肌荒れが収まる方、ニキビがなくなる方たくさんいらっしゃると思うのでぜひねこう顔を触る癖を自分どうしてるかなってぜひチェックしてみてください。10個目、深呼吸を日常的にする。呼吸って実は美容と健康のためにめちゃくちゃ大事なもので、まあ、人間ね呼吸が止まったらまずは生きていけないんですけど、それぐらいこう器官から美しさを底上げしてくれるような本当ものなんですよ。なので気がついた時に私は深呼吸をまあ、して空気を体に取り込むようにしております。呼吸って浅くなると肌の色がくすんで、まあ、顔色が悪く見えるんですね。でちょっと想像してみてほしいんですけど、こうヨガをしている女性ってこうしっかり背筋が伸びて結構こうお肌もなんかピカってしてるイメージがありませんか？でも本当にヨガってやっぱ呼吸をしっかりと取り入れるからやっぱ体にもお肌にもいいものだなって思ってるんですけど、でやっぱり呼吸をきちんとするためには姿勢を整えてしっかりとこう体をね一本のこう気が立っているように意識してそういう状態で呼吸をすると気管だったりとか内臓の位置もきちんとした位置になってきちんと働くので、まあ、ちゃんと消化してくれるしちゃんと排出もしてくれるし本当にもう全てが良くなるので、まあ、呼吸を整えることと同じくらいやっぱりこう姿勢も日常的に意識するのがいいと思います。11個目、エステに頼らず自分に頼る。なんかエステに行くのはもちろんいいと思うんですけど、エステに行くけど日常の生活がちょっとなあなあな方っていうのは私は、それこそもったいなと思うんですよ。本当にお肌は食べたもので 90% 決まるって考えてるので、エステには行くけど日常的にこうお菓子とか菓子パンを食べまくっていたらもうなんか矛盾って思うわ
わけなので、そうやって美のプロに頼るんだったら、やっぱりこう食生活をきちんと整えることが大事だなと考えています。12個目、ストレスをためない。いや、それが一番難しいわって感じかもしれないんですけど、やっぱりお肌っていうのは心の声をねちゃんと聞いてるし、全てがこう反映されるので、やっぱり食生活も睡眠もしっかりととってるのに、なんでこう肌荒れが治らないんだろうっていう方は、もしかしたらこうストレスが影響していることもあるかもしれません。で、なんか美容のことを語り出すと、なぜか人生論を語り出しちゃうんですけど、あの学生さんっていうのはやっぱりこう環境を自分で変えることができない方も多いので難しいかもしれないんですけど、こう大人っていうのは自分でこう環境は変えられる選択ができるじゃないですか。なので、まあね、いらない人間関係はまずバッサリ断つとか、まあ、職場でどうしてもこの人が嫌だし、なんだこう自分にストレスをかけてくるなっていう人がもしいたら、その人がいるから転職するっていう考えも私は全然ありだと思います。別にそれはね負けたって思わなくていいんですよ。そういうチョイスをしたって思えばいいなと思います。こう我慢して生活している環境に身を置くのではなくて、自分が一番自分らしくいられるなっていう場所に、まあ、自分をね置くようにすると、本当にもうこうお肌とか全てがピカピカしていくなと私は感じています。13個目、枕カバーを変える。私はなんか肌の調子悪いなと思ったら、もう即座に枕カバーを洗います。で、まあ、枕カバーは洗うとして、あの枕カバーのおすすめがあるのでちょっと紹介したいと思います。はい、デレレレッデレー、最近ちょっとこれ新しく買い足しました。バラン、もうなんかもう一旦もめんかのようですが、あのシルク 100% の枕カバーを私は使うようにしています。シルクっていうのはお肌に摩擦が起きにくいので、本当にもうシルクの枕カバーにするだけで、まず髪が摩擦が起こらないので本当にツヤツヤがキープできるし、本当にお肌も綺麗になっていきます。やっぱりこう寝てる間にこう顔とすれて、それがねこうなんか炎症を起こす原因になったりするものなので、その睡眠の質を高めるたびにも、そのシルク 100% のものを使うようにしています。で、おすすめのものがあるので、これはちょっと概要欄に貼っておきたいと思います。まああのね、手洗いしなくちゃいけなかったりとか、ちょっとめんどくさいことは多いんですけど、その分こうね美のねあの返ってくるものは多いので本当におすすめです。14個目、皮膚科に行く。私は肌荒れだったりとかニキビができたらもうすぐに皮膚科に飛び込みます。で、あの美容皮膚科は正直私行ったことがなくて、本当に普通の街にある皮膚科にあの行くようにしています。こう肌荒れを起こしたからスキンケアを変えようという考えの方ももちろんいいと思うんですけど、結構ねもう本当に病院に行ってお医者さんにそれに合った薬をもらうとすぐ治ることが本当に多いので、街のねあのお気に入りの皮膚科屋さんを、皮膚科屋さんって言わないね、皮膚科をあの見つけていただくと本当に肌が綺麗になると思います。私はニキビが一つボンってできた時もすぐ皮膚科に行って、あの皮膚科の先生に潰してもらって、こう芯を抜いてもらって、あのお薬をちょんちょんってこう塗ってもらってっていう治し方をしています。で、皮膚科の選び方でちょっと注意したいのが、私がちょっと避けた方がいいんじゃないかなって考えてるのが、サプリを過剰に押してくる皮膚科。なんかモデルの友達の子でめちゃくちゃサプリをこう処方を、まあ、されて、すごいもうなんかちょっと中毒っぽく飲んでる子がいたんですよ。で、その子はやっぱりこうサプリをやめたら肌が荒れちゃうから、毎日こうすごい種類のサプリを飲み続けていて、やっぱりそれって根本的な肌の治し方としてはちょっと違うんじゃないかなって考えてて、やっぱりその分食生活はねあの整えていなかったりするので、そうサプリで治しまくるってい こう考えじゃなくて、まあ、きちんとしたこうアドバイスをくれるような皮膚科がいいかなと私は考えています。15個目、ホルモンバランスには勝てない。あの私もやっぱり学生時代のいわゆる思春期とされている時期は、今よりも本当にニキビもできやすかったし、なんか肌のね調子が、まあ、基本的にこうちょっとねなんか波があるというか、そういう時期を過ごしていた時期もありました。で、やっぱりそういう時代って体がこう子供から大人になってく時期なので、もう正直ね本当にね思春期の時のニキビとかってもうねやっぱり防ぐのが難しいなって考えております。なので本当に今その時期をね過ごしている学生さんたちは、あんまり自分にこうひどい言葉を投げかけるんじゃなくて、まあそういう時期もあるよねぐらいのあのマインドで、いやあの生きていくといいかなと思います。でもやっぱり食生活っていうのはやっぱり影響してくるものなので、まあ、お砂糖を取りすぎないようにするとか、まあ、お野菜とかねそのしっかり食べるとか、そういうのは心がけるといいんじゃないかなと思います。で、あとはやっぱりその女性ってこう1ヶ月に1回生理がやってくるわけですけど、私も生理前はニキビがポンってこうできることもやっぱりあったりします。でもやっぱり考えてみると、その1ヶ月の間で、あ、なんかこういうことしちゃったなっていう反省点も見つかったりするので、まあ、やっぱりこうね生理前のホルモンにあまりにもこう左右されないためにも、やっぱり生活を日常から整えておくのが大事かなと
本当ね、毎月なんかこう生理前はこうね、その1ヶ月のこう通信簿みたいな感じでお肌をチェックしてるんですけど、やっぱりこう生活を整えるっていうのはこう生理をね、あの楽しく乗り越える基本だなと思ってます。16個目、発酵食品を食べる。発酵食品はお肌の味方です。なぜか今涙を拭いたけど、まあ納豆とか味噌とか、まあ、甘酒だったりとか、もうモヘアのニットが飛ぶな、まあ、そういういわゆる発酵食品、キムチだったりとかは本当にもうお肌をツルピカにしてくれる天然のサプリなので食べましょう17個目、自分のお肌を褒める。肌っていうのはもう育てるものです本当に自分でまずケアしてあげるものだし、やっぱりこう自分の食べたものでこう影響してくるものなので、本当にお肌のためを思って毎日生活していくと、お肌って本当にどんどん綺麗になってきます。で、私はどんなにお肌が荒れた時でも、うわ超肌荒れてるとか思うんじゃなくて、あ、うん、こことこ頑張ったもんねみたいな、大変なこといっぱいあったしねっていう感じでこう語りかけてあげてスキンケアの時も、もうこれで私は最強の美女になるって思いながら本当にね、こうお肌に語りかけながらスキンケアをしています。ちょっとだいぶ気持ち悪いんですけど、まあ、スキンケアの時間って基本的に自分しか心の声聞いてないんで、てかまあ普段から心の声は自分しか聞いてないけど本当にこうね、お肌にとってポジティブな言葉をかけてあげるっていうのは本当に大事だと考えているので、お肌がどんなに調子が悪くてもディスるっていうことは絶対しないで、調子悪いけどここは綺麗だねとか、今はちょっと調子悪いけどこれからどんどん良くなるよとか、もうね、もう皆さんお肌に語りかけましょうでも本当それやるだけで本当にお肌変わってくるので、ぜひね、ちょっとね、これからお肌に絵本を読み聞かせてあげてくださいそんなわけで、美容のことを語り出すとなぜか最終的にマインドコントロールの話になっちゃうんですけど、私がお肌のために心がけていることでした。この動画が参考になったよって方は高評価ボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。